ベニマルでございます。今回はいつもとちょっと趣向を変えてアンプシミュレーターと本物のアンプのサウンドを比べてみたいと思います。自宅録音なんかでねシミュレーター使ってる人多いと思います。最近のアンプシミュレーターはかなりねリアルなサウンドを出せるようになってきておりますけども、実際にね本物のアンプと比べてみる機会って意外とないと思いますので、結局どんぐらい似てるんですかというところを簡単にですが今回は明らかにしてみたいと思います。アンプはマッチレスの DC30 をマイク1本でシンプルに撮りました。アンプシミュレーターはフラクタルの AXFX2 を使っていきたいと思います。キャビネットモデルがねズバリ DC30 というものがなかったので音が似ているものを選んでます。ギターはストラトキャスターのリアピックアップです。ここで突然ですが問題です。ズバリどちらが本物のアンプのサウンドでしょう。音がかなり似てますね。正解は A が本物のアンプでございます。生アンプの方が倍音感というか音のね立ち上がりがパキッと生々しい感じがありますね。一方のアンプシミュレーターはやや整った印象ですね。先ほどのフレーズはちょっと優しめでしたけども、今度はしっかりスピーカーを鳴らせるように強めのフレーズを弾いてみたいと思います。さっきと比べるとあんま似てねえぞというところかと思いますが、これでも頑張って似せたんです。生アンプの方スピーカーのキャラクターがかなり強調されましたね。全く同じスピーカーをシミュレーションしてるわけではないのでキャラクターの違いは置いておくとして、アンプシミュレーターの方はやっぱりシュッと引き締まったサウンドですね。生アンプの方は空気感というかね部屋で弾いてますよっていう感じの音像の大きいサウンドです。とはいえね、ここまで似通ったサウンドをね、作れるというのは素直に驚くべきところかなと思います。ここからはちょっと原因を上げたサウンドを見ていきたいと思います。これもね、どちらが本物のアンプかぜひ聞き分けてみてください。クリーンの時以上に歪ませた方がやっぱりスピーカーのキャラクターがはっきり出ますね。正解は B が本物のアンプでございます。これもねすごい頑張って似せたんですけども限界がありました。生アンプにねオンマイクアンプのすごい近いところにマイクを置いて撮ったサウンドのタイトなねローエンドというか音圧感みたいなのは、シミュレーターだと結構難しいですね。というか AXFX2 自体のサウンドキャラクターがやや腰高っていうのもありますね。といってもそれ自体悪いことではなくて、ベースなんかとぶつかる低音を後からカットしなくても抜けがいいですよというのはメリットだったりします。最後は、個人的にアンプシミュレーターが抱える最大の課題であると思っているダイナミクスについて見ていきたいと思います。極端なまでに演奏に強弱をつけて弾いてみました。この差は一目瞭然かと思います。いい悪いは別として、レコーディングツールとしてじゃなく楽器としてねアンプシミュレーターを見た場合に、このダイナミクスをね拾いすぎるぐらい拾ってくれるようになったら楽しいなと僕は思います。というわけで簡単にでしたがアンプシミュレーターと本物のアンプの差を見てまいりました。もちろんねアンプ取り方で音全然変わりますんで、今回の一つのサンプルケースだけで判断することはできないですけども、結論ね、差はあります。小さな差ですけども、そういうのがやっぱりね、アンサンブルになった時に越えられない壁みたいなのになっちゃう瞬間はあります。ただ、それを差し置いても、アンプシミュレーター僕はすごいと思います。似せようと思うとね、案外似ないんですけども、使える音を作ろうとい
という時には、もう何ならアンプシミュレーターの方がいい音ができちゃう時だってあります。ということで、両者のねメリットデメリットというか特徴をよく理解した上で、ギターサウンドというものに向き合っていくことができればいいのかなと改めて感じた次第でございます。皆さんも環境的に難しいとは思いますが、一度ねアンプをマイクで撮ってみると、アンプシミュレーターでの音作りもワンランクアップするかもしれません。以上、ベニマルでした。